はい。じゃあ皆さん、おはようございます。おはようござそいして、ます。今年も明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。ぜひまた、今年もオンラインワークショップ、たくさん参加していただきたいなと思います。はい。よろしくお願いします。はい。今日のテーマは、サイトエディターでのテンプレート編集になれようということです。で、ここ数回ワークショップでブロックエディター全般の説明ですとか、クエリーブロックの説明とか、まあ、いろいろブロックエディターを見てきました。で、前回の、ワークショップは、ワードプレス6.1の更新内容を見てみようという内容で、テンプレート編集がかなり、強力になってきたということを見ました。なので、今日はそのテンプレートとは何か、そしてどういう仕組みで自分のサイトにどう適用していけるかという、そこに着目して、皆さんに紹介したいと思います。はい。いつもと同じスライドですが、私、ベンと言います。2014年からワードプレイスを使っているので、もう今年で9年になりますね。今年、ワードプレイスは20周年を迎えるので、まあ、ワードプレスのその人生の半分くらいを私も見てきたということになります。人がなるほどと理解する瞬間が大好きです。なので、今日の、話の中でも、これが好きだなとか、なるほどと思った瞬間があれば、ぜひチャットに入れたり、あるいはもう声を出してなるほどと言っていただけたら、私も、それをエネルギーにして、お話し進めたいと思います。はい。これもいつもと同じですが、ワークショップは共に学ぶ場で、今日は参加者まだ一人なんですけれども、皆さんいつでも質問して OK ですし、お互いの質問に答えても OK です。録画が、後日 wordpress.tv にアップされますので、どなたでも、いつでも見れるようになります。はい。では、今日始めるにあたって、サイトエディター、の特にテンプレート編集の経験はどのくらいありますか？今日初めてテンプレート編集を見る方は1番。もう毎日のようにテンプレート編集、毎日のように使う人もいるのか分からないですけど、10番だとすると、皆さんの経験どうでしょうか？じゃ、石原さん、どれくらいだと思いますか？あるのは知ってたけど、使ったことはほとんどないです。はい。じゃあ、まあ、1、2くらいかなと。はい。多分ですね、もう、今回の6.1の更新で、使い物になったというのが私の個人的な感想です。今までも、あるはあったんですけど、ちょっとこう、思うように使えなかった部分が、今回の6.1でだいぶ更新されたので、まあ、これでようやく、プログラムコーディングのできない人も、テーマが作れるようになった。なんか、いよいよその、最後までやってきたという感じです。結構だから、私はすごいなと思ってるんですけど、一般ユーザーが使うにはなかなかちょっと難しいかもしれないので、まあ、今日の説明を聞いて、少しでもこう、馴染みを持っていただけたらいいなと思っています。はい。ざっくり今日の内容ですが、まずサイトエディターの紹介。まあ、石原さん多分ご存知なので、もうここはあっさりにして。ホームページの編集について、ちょっとここ癖があるんで、ちょっとこの説明を丁寧にしたいと思います。昨日のプレゼンでも、これを説明して、今日初めてわかりましたと、納得してもらえた人がいたので、ちょっとここ丁寧にいきます。その後、テンプレートを編集するにあたって、まずテンプレートパーツというものがあるので、まあ、その編集の流れを紹介し、そして、今日の目玉は最後のカスタムテンプレートを作ると。既存のテンプレートを編集するだけじゃなくて、もう一から自分で新しいテンプレートを作り、そしてそれをどうサイトに適用していくか、これを紹介したいと思います。で、今日実はスライドはもう、それくらいです。あとはもう全部実演なので、やりながら、もう質問があったらどんどんそれは聞いていただきたいと
思います。一応参考までにスライドの、リンクは今チャットに入れますけれども、中身はもうほとんどこれで以上になります。はい。今日またローカルで立ち上げたサイトで、WordPress 6.1.1 最新版ですね。で、テーマは2023。一番最新のデフォルトのテーマを使っていきたいと思います。で、一つ、もっと、はい。こちらが今日使っていく、まあ、空っぽのサイトになります。ですね、テーマが2023ですね。で、いつもながらプラグインは、なしです。これちょっと何をしたかというと、これです。メディアとか、ちょっとサンプルの投稿をいくつかインポートしたので、ちょっとさっき見えてましたけど、基本的に今日プラグインはなしで、全部基本的な、このコアのワードプレスをお見せしたいと思います。この状況でですね、サイトこうなってます。ここ私がちょっと足した、サンプル投稿なんですけど、テーマそのものは2023そのまんまです。で、これをどう変えるかという結果のサイトがこちらになります。これもすでに作ったものなので、まあ、ここに持っていこうと思うんですけど、まあ、見ていただきたいので、まず、ヘッダーが全然違う形になっています。それから、あとはですね、フッターも全然違う形になっています。ここですね、フッター部分。そして今日一番の目玉はそのカスタムテンプレートなんですけど、ここ投稿がたくさん並んでるんですけど、投稿を開いた後に、この川沿いの花火とハッピーニューイヤー開いてみますけど、ここのレイアウトが違うんです。川沿いの花火はもうアイキャッチ画像だけデデーンとありまして、フッターもサイトのフッターと違う。シンプルなフッターになってます。サイトのフッターはこれなんですけれども、この投稿に関してはフッターがもう違うフッターに変わっています。で、こちらの投稿に来ると、これまた全然違っていて、アイキャッチ画像がなんか黄色くなって、タイトルがあって、テキストがあって、で、まあ、こうコメントを残すとかいろいろあって、サイトの通称のフッターを使っていると。で、まあ、私の今日のデザインのイメージとしては、例えば同じサイトでブログを、まあ、2個持ったイメージです。これが、こちらが普通のブログで投稿記事があって、例えばもう一つ自分は写真家でその写真ブログを持っていたいというときに、写真の方は別に投稿の内容もないですし、もしかしたらタイトルもいらないので、本当に写真だけデデンと見せられたらいいので、同じ全部投稿なんです。カスタム投稿ではなくても全部同じ投稿なんですけど、違うカスタムテンプレートを適用させることで、見た目をこう全然変えることができる。といった、これをお見せしたいと思います。なんとなくゴールは、はい、分かっていただけたでしょうか。はい、石原さんも、どこかブログ臭さがあったワードプレスが雑誌みたいになってきましたね。ありがとうございます。私は別にデザイナーではないんですけど、まあ、これをテンプレートでやっていく過程をお見せしたいと思います。はい。はい、では、まず、サイトエディター、初めての方もいらっしゃるかもしれないので、外観のエディターというところを押していただくと、もう、直でサイトエディターの中に入ってきます。で、デフォルトでは、ホームページの編集になっています。一度ここを開いていただいて、今日はここの中身を理解するのが目的なんですけど、テンプレート、この2023が用意したテンプレートがこれだけあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9個。これはもうテーマで用意されたテンプレート。なので、お使いのテーマによってこのテンプレートがもっと多かったり少なかったりすることもありえます。で、右上の新規追加から自分で、ご自分でいろんな種類のテンプレートを足すようになったのが今回の 6.1 の大きなアップデートですね。特にこのカスタムテンプレートを今日最後の方見ていこうと思います。
もう一つ、テンプレートパーツというのがあります。で、これは、同じテンプレートパーツを複数のテンプレートの中で使う、ことができるんです。で、再利用ブロックみたいな、考え方で、テンプレートパーツを編集すると、それを使っているすべてのテンプレートにも、更新が反映されるようになっています。なので、これまた、テーマによって用意されている、個数とか変わってくるんですけど、この2023は、まずヘッダーとフッターテンプレートパーツが用意されています。で、先ほど見たこちらのテンプレートそれぞれで、そのヘッダーパーツとかフッターパーツが、紐づいているので、テンプレートパーツで編集をすると、その編集がこちらのテンプレートにも反映される形になっています。もう二つ、このテーマで用意されている投稿メタとコメントというものなんですけど、この投稿メタというのは、投稿の下に現れる投稿日とか、投稿者とか、タグとか、カテゴリーとか、ちょっとこっちを見た方がいいかな。これ今まだ編集をかけてないサイトなんですけれども、投稿の下まで来ると、この部分ですね。ここをこのテーマはテンプレートパーツとして定義しています。ので、まあ、ここのレイアウトを変えたい、ここのデザインを変えたい、タグとかカテゴリーはもう思いっきり消したいたいとか、そういったことがあれば、ですね、ここのテンプレートパーツ、投稿メタのテンプレートパーツを変更することで、そこのデザインが変えられます。で、コメントというのも一緒で、この投稿の下のコメント部分、ここのデザインもテンプレート編集の中で、変更が可能になりました。こういった部分は従来のワードプレスだと編集がかなり難しかったというか、テーマファイルに、プログラミングコードをして、もうそこのテーマファイルで変更しなきゃいけなかったのが、この、テンプレートとかテンプレートパーツの導入でもうユーザーがブロックエディターを使う感覚で、このあたりも編集が可能になりました。はい。とりあえず、なるほど。ありがとうございます。とりあえず、ここの兼ね合いですね。テンプレートパーツとは何か。そして、テンプレートとは何か。という話でした。で、今日少しお話しする中で、ホームページの編集について大事なことがあります。で、今私、設定の表示設定を開きました。で、今、ワードプレスを、デフォルトでインストールすると、ホームページには最新の投稿が表示される、設定になっています。つまり、固定ページを開いても、ここにホームページはないんですね。固定ページではなくて、最新の投稿を、表示する形になっています。で、今、ですね、もう一度外観のエディターを開いて、最初これホームに来てますけれども、このホームのテンプレートを編集することで、最新の投稿を表しているホームページの編集ができます。ただ、私今まで実は自分のサイトを作るときには、従来のワードプレスだと、この最新の投稿ページの編集が難しかったので、いつも固定ページに変えてたんですね。自分でホームページを固定ページで作って、ここで割り当てて、で、投稿ページもここで割り当てる、ということをしてました。で、今、テンプレートの一覧に、ホームというのがあるんですけれども、これは、こちらで固定ページを設定してしまうと、投稿ページのレイアウトになります。だから、ホームという名前なんですけど、ホームページのテンプレートであるのは、最新の投稿の設定にしているときだけで、固定ページっていうふうに設定を変えると、これもホームと書いてて紛らわしいんですけど、ホームではなくて、こちらの投稿ページのデザインが、ホームで変わるという仕組みになってます。ここがちょっと難しいんですね。
で、もし、ご自分で新しいホームページのデザインを作りたければ、ここのフロントページという新規テンプレートを作ることもできるんですけれども、なんかテンプレートでいじってもホームページが変わらないなという、そういうなんか問題にもし出会うことがあれば、ここの設定を逆にしなきゃいけない可能性があるので、それを一つ注意していただきたいと思います。一応、ここに書いてはいるんですけど、ちょっと紛らわしいので、これは、最新の投稿を表しているときには、ホームページの変、レイアウトですし、ホームページが固定ページになっているときには、こちらの投稿ページのレイアウトがこれで変わってしまうということを覚えていてください。最初からフロントページを決め打ちでも、はい、使ってしまった方が混乱しないですかね。まあ、それ、そうだと思います。私はそうします。で、そうした場合、もしそうした場合、なので、ここで固定ページで、ここで何か決めた場合、ホームページには、このテンプレートが適用されます。固定ページ。で、よく、多分、ホームページだけちょっとデザインを変えたいっていうサイトは結構あると思うんですね。はい。なので、ここの固定ページが、ホームページにも、他のページにも全部適用されると、ちょっとこう、聞きにくはないので、はい、今日やるカスタムテンプレートっていうのがその時使えると思います。大丈夫ですか？わかりました。ありがとうございます、はい。このネーミングがややこしいと思うんですよ。ホームとかフロントとか、ここの設定が。なんで、これ一つ注意していただきたいなと思います。今日は最新の投稿のままでいきます。最新の投稿にして、なので、このホームページを編集すると、ここのホームページが変わるという、その流れでいきます。はい。で、ホームページを一旦、これ、テンプレートを開きまして、ここの、リスト表示、これ、非常に便利です。このホームページの、レイアウトは、大まかに3つのパーツから成り立ってます。ヘッダー、そして、ページ本体。大きなグループブロックに入ってますけど、ページ本体と、そしてフッターです。で、先ほど見たようにヘッダーもフッターもこれテンプレートパーツです。なので、ここのフッターをもしここで編集をすれば、フッターというテンプレートパーツを使っている全部のテンプレートに、変更が反映されます。で、私個人的にはちょっとややこしくなってくるので、ヘッダーやフッターはここで編集するのではなくて、テンプレートパーツで取り上げて編集した方がちょっとわかりやすいかなと思います。なんかホームページを編集してたはずが、あのページもこのページも変更されちゃったと、ちょっと勘違いというかびっくりすることもあるので、こちらで、編集したいと思います。テンプレートパーツで編集、したのは全部のページには影響されないんですか？されちゃう。されます。されるんですけど、はい、紛らわしいのはですね、例えばここの空間を広くしたいから、ここに、スペーサーを入れるとします。で、今、これ、ここに入ったからいいんですけど、もし挿入の位置を間違っちゃったら、ここに入っちゃうこともあり得るんですよ、はいで。ここの見た目は全く一緒なんですけど、ここに入っちゃうと、全部のページでスペーサーが変わっちゃったりするので、まあ、ここを慎重に見てればいいんですけど、私はなんか今はそのフッター編集モードって頭が切り替わっているときは、ここでやるよりかはもういっそのことこっちで、フッターしかないようにして、ここで編集の方がシンプルかなと思います。はい。まあ、個人の好みもあると思うので、ご自分に合った編集方法でいいと思います。はい。さて、今編集するのはヘッダーです。ヘッダーの編集からいきます。で、ここをクリックすることで、
なんかいろいろこう設定を、変更もできるんですけど、今日は特に使わないので、このままでいいと思います。はい。とりあえず、ヘッダーの編集をします。で、今ヘッダーはこれなんですけど、このヘッダーをこうしちゃいたいですね。ロゴがあって、サイトタイトルがあって、メニューがあると。で、これをまたリスト表示で、私はどうしたかというと、これを全部消しちゃいました。消しちゃって、ここに、実はパターンを導入したんですね。パターンのヘッダーを選ぶと、まあ、いくつかここにあるので、こちらでした。このロゴマーク入りのヘッダーをポンと、入れると、ここに、たくさん入っています。これ、画面がちょっとなんか変なのは、なんかワードプレスの癖なので、ちょっと保存して画面を再表示させると、はい、ちゃんとここに先ほどの、テンプレートの中にパターンを導入したことになります。さて、ここで、今ここにですね、ロゴ、サイトのロゴブロックと、サイトのタイトルブロックとナビゲーションブロックがあります。で、今まで従来は、サイトのロゴを設定するときはカスタマイザーという機能の中でやってたんですけれども、今はもうブロックエディターの中でこれができます。今、これですね。これをポチッと押して、この画像を選んで、これで導入しました。で、さらにですね、ここにサイトアイコンとして使用するという設定もあるんです。これを、まあ、今はつけとくんですけれども、これで保存をかけると、ブラウザのタブに見えているこのアイコンも、この画像に変更されるということになっています。ちょっとやってみましょうか。これを保存すると、ね、ちょっと再読み込みしますが、はい、この通り、ここのロゴも、ここで編集がされました。なので、本当にもうカスタマイザーは必要ないんです。全部このエディターの中でできます。で、今私はたまたまテンプレートパーツの中でサイトロゴブロックを編集したんですけど、これがテンプレートの中であっても、ある固定ページやある投稿の中であっても、どこでもこのブロックに編集をかけると、ここのアイコンだったり、サイトのロゴが全部変更される。なので、これはサイトを通して紐づいているという理解を持っていただくといいと思います。はい。それから、サイトのタイトルも同じ原理です。このサイトのタイトルというのは、ここと同じものになります。設定の一般のサイトのタイトル。なので、こちらを変更したら、こちらに変更が反映されますし、こちらを変更しても、こちらに変更が反映されます。今日は、なんでちょっとやってみますけれども、今日のテンプレート。というふうに、こちらで、保存をかけて、こちらを再読み込みすると、今日のテンプレートと、ちゃんとこちらも変わっています。ので、ここら辺の設定も、もう、ブロックエディターで結構、変更が効くようになってきました。最後、ですね、メニューですね。メニューも、はい、すごいですね。ありがとうございます。メニューも今作ってしまいます。で、新規メニューの作成で、ここに、例えばホームという、リンクを入れるとか、あとはもう固定ページがあるので、それを検索して入れることができます。例えばお問い合わせというページをもう作っていたので、お問いってやると、もう出来上がっているお問い合わせページですね。お問い合わせとか。あとは、サンプルページというページもすでに用意していたので、検索をかけてこのページを足すということができます。今、ホームというのはとりあえず文字だけ打ったんですけど、リンク先が設定されてないです。今回ちょっと私ローカルのサイトなんですけど、これホームページのリンクなので、これをコピーして、このホームというメニューアイテムのこのリンクをこれに変更します。はい。
これでロゴもできましたし、サイトのタイトルも設定しましたし、メニューも設定したので、全部保存をして、こちらを更新すると、はい、サイトのヘッダーが変わりました。で、今ずっとこれはテンプレートパーツの中で編集をしてました。ヘッダーというテンプレートパーツを編集して、それがサイトに反映されたということです。はい。今のホームをその URL じゃなくて、そのこのワードプレスサイトのトップみたいな相対的な指定ってできないんでしたっけ？はいはい、できるんでしたっけ？私もこれはですね、これねホームというのがなんかローカルで作ってて、あの本稼働のとこ持ってった時に忘れそうで。そうですね、固定ページがいけんならホームを面倒見てよってちょっと思いますね。これちょっと待って待って、これをちょっともう一回やってみましょう。こうやって、あ、すいません、スラッシュだけとか、いや、うまくいかない気もします。ちょっとやってみますか。更新して、ちょっと別なページに飛び、フォームを押すと、あれ？いった。スラッシュだけでいいのか？はい。うまくいったっぽいです。はい、それで他のページに飛び、ここにカーソルを当てると、左下小さいですけど、ちゃんと私のサイトのホームページの URL になっているので。使えますね、これは。使えますね、はい。スラッシュで。ありがとうございます。ダメ元でやってみたらうまくいきました。はい、ということになります。はい、ありがとうございます。だから、もしかすると、全部、もしかしてできるんじゃないかな。これも今サイトの URL が左にあるんですけど、これをスラッシュからだけでもしかしていけるか。これを消してですね、スラッシュで、ここお問い合わせっていう日本語なので、これこう変えました。これでちょっと保存してやってみましょう。これをなんかいけそうですね。サンプルページからお問い合わせに飛べます。はい。なので、スラッシュから始めれば URL の指定はしなくてもいいということです。なんて言うんでしたっけ、P いくつとかそういう方式を変えるときっと飛んじゃうんでしょうね。ダメになっちゃう。かもしれないですね。まあ、リスクありますよね。はいはいはい。試してみます。それは後で。はいはいはい。はい。まあ、これがヘッダーでした。はい。で、続いてですね、今、フッターが面白くない、こういうフッターなので、これを、こういうフッターに書いていきます。で、こちらも、今私編集をしたら、ここに青ポチがつきました。で、これはテンプレートがカスタマイズされましたという合図です。ので、カスタマイズされました。で、もしいろいろ編集した後にやっぱり元に戻したいなと思った場合には、ここの点3つからカスタマイズをクリアというオプションが出ます。で、これを押すと、自分の加えた編集が全部消えて、元のテーマの、ヘッダーに戻ります。ただ、注意していただきたいのは、これを押すと、本当にクリアしますかというか、そういう確認画面なしで、即座にクリアされます。ので、1時間、2時間頑張って作業した後に、これを間違って押すと全部消えてしまうので、使うときは注意してください。はい。で、次、フッターの編集をしようと思います。で、フッターもですね、実はこれ全部消して、パターンを利用しました。で、今回は、パターンディレクトリ
というものから持ってきました。パターンディレクトリはご存知でしょうか？パターンディレクトリ、これ、ちょっと、ですね。日本語だとこういう URL か。はい、こちらがパターンディレクトリになります。ちょっと URL を Zoom のチャットに落としますけれども。ありがとうございます。はい、これは WordPress の、ユーザーの皆さんが、投稿というか、提出をしたパターンたちになります。先ほどヘッダーの編集をするときは、このプラスマークからパターンを選んで、まあ、WordPress のデフォルトでついてくるいくつかパターンをここで、ここから選んだんですけれども、パターンディレクトリというところから検索をして、他のユーザーさんが提出したパターンを自分のサイトに入れることも可能です。例えばここでヘッダーというのを選ぶと、いろいろな、まあ、ヘッダーが出てきますので、まあ、これをご自分のサイトに入れることができます。で、パターンディレクトリのこのパターンは全部、審査済みです。審査をしているチームがあって、まあ、不適切な内容がないかとか確認はされているので、安心して利用してもらえると思います。で、私は事前にちょっと自分の欲しい、ものを探して、今、こういうフッターを見つけました。で、自分の欲しいやつを見つけたら、ここを例えば変えて、モバイルだとどう見えるんだろうとか、もうパターンサイト上で確認もできるので、これ結構便利です。で、これにしようと思ったら、自分のサイトへの導入は単純で、まず、コピーパターンボタンを押します。そして、エディターにやってきて、今、必ず段落ブロックが1個残っているので、ここでペーストをします。これだけです。これだけで、このパターンディレクトリの何千というパターンから好きなものをご自分のサイトに入れることが可能です。今、コピーしたそのパターンの、はい、正体っていうのは HTML かなんかでテキストデータでテキストデータなんですよ。あ、でも画像も来るんですね。画像も来てますね。簡単に、ちょっと待ってください。私、テキストをお見せしましょうか。これで、ファイルのミュートやると、これ、多分今見えてますよね。メモ帳が、はい、アンタイトルドの、はい。はい、はい。ここに、同じくちょっとペーストしてみます。何がペーストされたかというと、HTML ではなさそうですかね。あ、HTML なのか。HTML ですね、多分。で、パディ、なんかブロックの設定がいろいろ含まれてますね。パディングとかマージンとか。はい、この画像に関しては。画像はネットから読んでるんですかね。多分そういうことですかね、どこか。ここら辺にありそうですけど、ここありましたね。カバーの画像は、なんかここから引っ張ってくるという形になっています。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、今、コピーしたのをこのワードプレスへ持っていかないで、例えば自分のテキストエディターに貼ってストックしとくこともできるんです。あ、できますね。はい。っていうと自分のもできちゃうんですね。カスタマイズしたのもパターンを。そうです。はい。そうです。で、今すみません、私英語版開いてますけど、あれだったらお気に入り登録もできるんですよ。なのでもうこのサイト上でお気に入りに登録して、後から、多分ここですね、フェイバリットっていうのを押すと、自分が今までお気に入り登録したものが、ここに出てくるということもできます。マイパターンは多分私が提出したパターンですね。私は出してないんですけれども、はい。こういうことができます。はい。で、今回は、これを、まあ、他人の画像を使うのは、あまり好きじゃないので、自分の画像に変えていきました。で、これも
割と簡単で、カバーの変更はこの置き換えボタンでできます。メディアライブラリを開いて、自分の画像に変更。で、この写真も置き換えで、こちらに変更。で、ちょっと大きいので、これを小さくして、もうちょっと小さくしようかな。250の250とか。150の150でいいかな。まあ、こういう感じで変更できました。で、あとは、もちろん、文字もご自分のように、好きなように編集ができるので、これは、ベンさんでは、ありませんと。まあ、こういう形で。復習ですけど、今これ全部フッターというテンプレートパーツを編集してました。で、保存をかけると、うわぁ、閉めちゃった。保存をかけると、こちらのサイトの、フッターがこれに変わりました。はい。で、例えばこう固定ページを開いた時のフッターもこれに変わってますし、投稿を開いた時のフッターもこれに変わっているので、サイト全体で、フッターが変更されてます。はい。これがちょっとテンプレートパーツの話でした。で、せっかくなんでホームページもちょっと変更したいと思います。先ほど私ちょっとスペーサーとか入れたり消したりしたので青丸ついてますけど、ホームページを変更していきます。で、ヘッダーとフッターは私が先ほど編集したものにすでに変わっているので、あとはこのグループの中を変えていきたいと思います。例えば、このタイトルを、と変えたり、あとはですね、このあたり、このおすすめの方はありますか？これ、2023のなんか、デフォルトで入ってるんですけど、これいらないので、丸ごとカラムを、消してしまいます。スペーサーもいらないですね。あ、ごめんなさい。シャミが。大丈夫かな？はい。一旦これで保存をして、もう一回サイトを確認しましょう。こちらを更新すると、タイトルが変わってますし、下のここのおすすめの本もなくなりました。はい。あとですね。これ、実は背景色とか、字体がちょっと変わってるんです。今の私のサイトだとこうなっていて、これをこう変えました。で、これも一つ一つ変更していってもいいんですけれども、この2023は、これですね、スタイルボタンを押すと、10個のスタイルバリエーションがすでに用意されてます。もうテーマファイルの中にいろんなバリエーションが用意されていて、これらはその色もそうですし、字体もそうですし、例えば、これ写真が全部赤がかってますけど、こう、角が丸くなるとか、いろいろ、下のフッターとかも含めて、色を、変更してくれる。もう本当に一つのテーマファイルの中にたくさんのテーマが入っている感じです。で、私が今回ここで選んだのは、ですね、これかな。確かマリーゴールド。マリーゴールドですね。こちらになっているので、一個一個もちろん背景色変えたり、あれを変えたり、これを変えたりとやってもいいんですけど、もう思い切ってマリーゴールドスタイルに保存とやると、このサイトが急になんかちょっとこう、大人っぽい感じの色味にこう変わりました。はい。ホームページの編集はここまでなんですけど、とりあえず大丈夫そうでしょうか。一個一個色とか指定しちゃうと、スタイルは優先されないんですね。そうですね。そのスタイルの、背景色が変わる。そのスタイルのボタンの色が変わるってなっちゃいますね。うん、じゃあ、なんか統一した感じにしたいときは、スタイルでまずやった方がいい感じですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次なんですけど、投稿のデザイン、を見ていきたいと思います。今、デフォルトのデザインですと、こう、大きいアイキャッチ画像があって、サイトのタイトルがあって、記事があっ
て、まあ、メタ情報があって、コメントがあって、フッターが来るという、まあ、これがこのテーマのデザインです。ただ、私たちは、写真家だと思っていただきたいんですけど、写真だけ目立たせたいんです。もうフッターもシンプルにしたいし、フッターの写真は邪魔なので、フッターもシンプルにして、投稿のタイトルとか記事とか、もうそれも全部いらないというふうに書いていきたいです。で、ここにどうやっていくかなんですけど、まず、フッターがサイトの他の部分と違います。他の投稿もちゃんとこのフッターがあるし、ホームページもこれがあるんですけど、ここはフッターが変わってしまうので、新しいテンプレートパーツでフッターを一つ作成します。どういうことかというと、テンプレートパーツでここフッターがあるんですけど、私のオリジナルのフッターを作ることができるんです。なので、今新規追加を押して、まあ一般のテンプレートパーツかヘッダーかフッターか選べるので、私は新しいフッターを作ります。で、ここにテンプレートパーツの名前を設定するんですが、昨日のワークショップで発見したんですけれども、これを日本語にしてしまうと、後々、エラーが発生してサイトが壊れます。ので、これはもう、ワードプレスのバグなんですけれども、今はテンプレートパーツの名前は英語で指定するようにしましょう。なので、シンプルフッターという形で、新しいフッターを生成します。フッターを生成します。はい。で、どういったフッターかというと、まあ、ここにサイトのタイトルがあって、実はこれはサイトのタグラインですので、こちらに行って、今、からのフッターなんですけど、またパターンを使って、フッターの、これですね。なんか単純なこれを元に書いていきます。で今、サイトのタイトルと段落なんですけれども、この段落を消してしまって、ここに新しいブロックを足し、で、サイトのキャッチフレーズか。キャッチフレーズというのがあります。これをちょっと足すんですけど、サイトのキャッチフレーズというのは、この一般設定画面のこれです。ここのキャッチフレーズの話です。先ほど、タイトルブロックを変更すると、ここが変わったということをお見せしたんですけど、逆も可能なんです。ここでキャッチフレーズとかタイトルを編集すると、こちらでも変更が効くと。ちょっとそれをお見せしたいと思います。なんか適当に、ここにキャッチフレーズを入れまして、保存をすると、エディターの方で、これをちょっと、再読み込みしなきゃいけないんですけど、再読み込みすると、夢膨らむサイトデザインと、こちらに入ってきます。なので、ブロックで編集してもいいですし、設定画面で編集しても大丈夫です。で、もう、私たちが欲しいシンプルフッターはこれで以上になります。ここからテンプレートパーツに戻ると、先ほどのフッターは、ここにテーマのフッター残ってまして、さらに私が追加したシンプルフッターも、ここにパーツとしてできました。パーツとしてできたんですけど、まだサイトにこうくっつけてないので、サイトのどこにも出てきません。とりあえずパーツの完成です。で、ここでいよいよ、新規追加のカスタムテンプレートを作りましょう。もし、投稿全部のデザインを変えたいときは、単一というこのテンプレートを変更すると、投稿のデザインが変わります。この名前が難しいです。なんで単一が投稿の変更になるのかっていうのはいろいろちょっと難しいんですけど、単一は投稿のテンプレートだと覚えてください。はい。けど、今回僕たちは新しいのを作るので、カスタムテンプレート。で、またここの名前、後でバグってしまうので、必ず英語にしましょう。例えば、フォト、ブログ、ポスト。もう写真投稿用のテンプレートを作成します。
はい。で、今とりあえず普通の投稿のデザインがここに引き込まれました。で、私たちはまずこの大きいフッタはいらないので削除。それからこのグループ投稿の中身は投稿のアイキャッチ画像とか投稿のタイトルとか投稿コンテンツというブロックが今ワードプレスにはあります。これを使うとその投稿のアイキャッチ画像を引っ張り込んで、その投稿の投稿タイトルを引っ張り込んでいくという形式になっています。もしこれを例えば画像ブロックとか見出しブロックにしてしまうと、すべての投稿でその同じ画像、同じ見出しがついちゃうんですね。なので、投稿タイトル、投稿のアイキャッチ画像という、こういうブロックを使うことで、それぞれの投稿のデータが引き込まれるようになります。が、私たちは自分で作りたいので、このグループも全部消してしまいます。はい。なので、ヘッダーだけになりました。で、ヘッダーの下に、今は、これですね、アイキャッチ画像だけ入れたいので、この後に挿入。で、ここに入れたいのは、ブロックのアイキャッチ。投稿のアイキャッチ画像。これ、斜線入ってるんですけど、大丈夫です。それぞれの投稿のアイキャッチ画像が、ここで表示されることになります。で、さらにこの下に、先ほど作ったシンプルフッターを加えます。で、どうやって加えるかというと、これまたブロックの中で、ご自分で設定した、カスタムテンプレート名を探すと出てきます。私、シンプルフッターっていうのを作ったので、シンプルと検索するとシンプルフッターが出て、これを押すと、もう私の作ったカスタムテンプレートパーツがここに入ります。なのでヘッダーがあって、投稿のアイキャッチ画像があって、シンプルフッター、私のシンプルフッターがあります。これを保存して、とりあえず私のカスタムテンプレートができました。が、もう一歩なんですね。まだこれはどの投稿にも、紐づいてないので、実際にこのテンプレートを投稿に紐づかせる操作が必要です。で、これもまたやり方はいくつかあるんですけれども、投稿のクイック編集を押すと、ここにテンプレートというのがあります。で、デフォルトテンプレートはさっき単一って書いてた、あのテンプレートがデフォルトテンプレートです。こっちとあっちで名前が統一してないんですけど、単一っていうのがこれです。で、私の作ったフォトブログポストというテンプレートがここに出てきました。ので、ごめんなさい。ハッピーニューイヤーに適用するんじゃなくて、川沿いの花火ですね。川沿いの花火のテンプレートをフォトブログポストに更新をして、これでようやく私の作ったカスタムテンプレートがこの投稿につきました。これですね。これが元々の投稿で、今、テンプレートも変えたので、更新をすると、じゃじゃん、写真だけ1個、ついていて、もう投稿のタイトルとか記事もなく、で、フッターもシンプルなフッターになってます。なので、ここで、テンプレートの変更が、まず効くので、ここで変更していただいて、もし新規投稿を作る場合は、開いた後、テンプレートはここで編集ができます。今これ単一ってなってます。これがそのデフォルトテンプレートの意味です。この単一というのを、フォトブログポストに変更すると、もう投稿を作成する段階でこれを提供できます。で、テスト、投稿。でアイキャッチ画像だけが表示されるので、適当にアイキャッチ画像を指定して公開します。この投稿を表示すると、じゃじゃーん。これ写真1個だけの投稿になりました。で、確認
なんですけれども、サイトに戻って、このテンプレートを適用していないこちらの投稿は、まだそのまんま、従来通りのテンプレートをちゃんと使ってます。本当にご自分で指定した時だけ、まあ、そのカスタムテンプレートを適用させることが可能です。どうでしょう？ちょっとカスタムテンプレートの使い方分かったでしょうか？はいはい。まだ具体的ななんかこういう時使いたいまでは言ってないけど、うん、面白いなと思いました。投稿一覧で特定のテンプレートだけ寄せることってできるんですかね？ですね、特定のテンプレートだけっていうのは多分できないと思うんですけど、例えばそのテンプレートを使っている投稿にカテゴリーを設定しちゃっても、フォトブログとかで、投稿一覧でカテゴリーを指定することは可能ですので、はい、フォトブログだけ見せるみたいなことはできます。あるいはタグでもいいわけですね。タグでもいい、はい、そうですね。で、このカスタムテンプレートのすごいところは、ですね、固定ページにも適用できちゃうんです。私の作ったさっきの、フォトブログテンプレートというのは、固定ページの方にも使うことができます。うん、なので、まあ、投稿にも固定ページにも適用させる場合ってあるんでしょうかね。なんか、ちょっと私もユースケースはわからないんですけれども、こういった形で同じ流れでカスタムテンプレートを作って、固定ページに当てるとか、投稿に当てるとか、ということができます。まあ、負担のないページとか、ヘッダーを縮小したページとか、いろいろあるかもしれないので、ご自分で作ることが可能。最後にもう一つ、カスタムテンプレートと直接関係があるわけじゃないんですが、この写真、デレーンとなっていて、本当は私こうしたいんですね。もう画面に収まる形で、見せると。で、これをちょっとどう編集するかお見せ したいと思います。なんかいろいろ開きすぎて、あれなんですけれども。はい。テンプレートの私が作ったフォトブログポストですね。で、ここの、今、投稿のアイキャッチ画像というブロックなんですが、これ、幅を変える設定がここにはないんですよ。ないので、どうしたかというと、寸法の方で、私、マージンを足しました。寸法で、マージンを足して、で、このままだと上下左右全部かかっちゃうので、ごめんなさい。これですね、リンキングを外して右を例えばこうマージンつけて左をマージンつけてという形で、保存をすると、ちょっとこう横にマージンが入りました。もっと言うとですね、私このスライダーは便利ではあるんですけど、ちょっと思うように設定が変更できないので、例えばここで、150ピクセル。そして、これを押して、左も150ピクセルという形で変更して、これを更新すると、だいぶ願いに近づいてきました。ただ、もう一歩なんです。なんでかというと、これ、デスクトップだとまあ割といいんですけど、モバイルで見ると、じゃん。ああ、同じピクセルできた。そうなんです。同じピクセルなので、こうなっちゃうんですね。で、これはちょっとよろしくないので、おすすめはですね、これを VW。VW というのは、今見えている画面幅に対して何パーセントかという指定になります。なので、例えば右を、まあ、20%。左も VW の、20% としまして、まず、こちらですね。デスクトップから行きますけれども。はい。これで、デスクトップのこの画面幅に合わせた 20% の余白が入り、モバイルにすると、モバイルの画面幅の 20% の余白が入る。という形です。ここは、ある意味 CSS の、単位指定の方法なんですけど、VW、その画面幅に対して、
どれくらいのマージンを設定するかというものなので、個人的におすすめです。今の単位の中にあるパーセントは画像に対してのパーセントになっちゃうんですかね。パーセントはそんな気もしますね。ちょっとやってみますか。これをもし更新すると、あ、いえ、多分ですね、画面幅だと思います。画面幅。多分ブラウザーが画面からはみ出てるときに、そのブラウザーの幅を見るもので、VW というのは本当に見えてる画面。だからブラウザーがもし画面より大きくなったとしても、見えている範囲の何パーセントかっていう違いだった気がします。じゃああれですね、ブラウザーを画面いっぱいに使わない Mac 系の人たちには VW の方がいい感じですね。そうかもしれないですね。私はパーセント使うことあんまないな。まあ、ユースケースあると思うんですけど。VW ありがとうございます。はい。うん、で、高さに対しても同じことができるので、高さに対しては VH、ビューポート、ハイトっていうのがあるので、こちらも。はい、使えると思います。はい。はい。なので、今日のポイントは、テンプレートパーツと、テンプレート。そして、ご自身でテンプレートパーツを作ったり、カスタムテンプレートを作ったときに、どうやって投稿や固定ページに、割り当てるか、といった流れでしたけど、いかがだったでしょうか。なんとなく、分かっていただけたでしょうか。すごい勉強になりました。ありがとうございます。はい。最後に、いつもながら次回予告をしたいと思うんですけれども、はい。また2月に行います。で、今度は、今まで私たち実は大きなプランに従って話をしてたんですけれども、いろいろなブロックについて学びました。で、サイトエディターについて学びました。で、ブロックエディターですね。で、サイトエディターについて、今度は、カスタムテンプレートについて学んで、ご自分でプログラミングコードを一切使わずに、テーマをもう作る技術がこれで備わったわけなんです。もう今日も白紙からヘッダーを作ったり、フッダーを作ったり、テンプレートを作ることができたので、それを組み合わせていくと、もう自分オリジナルのテーマができちゃうんです。で、クリエイトブロックシームプラグインという、これ公式のプラグインなんですけれども、これを使うと、自分がその作ってきたテーマをテーマファイルとしてエクスポートして、他の方に渡して、その方がご自分のワードプレスサイトに適用するということができるんです。なので、次回はこの Create Block Theme プラグインをどう使うか。で、これを使うと、もうプログラミングコードがわからない人も誰でもテーマ作成者になれちゃうので、私はワクワクしてるんですけれども、なるほどと皆さんにも分かってもらえたらいいかなと思って用意しています。すごいプラグインがあるんですね。はい。もうワードプレイスが出している公式プラグインなので、あれなんですけど、だからある意味テーマ作成者は嫌かもしれないですね。誰でももうテーマ作成者になれちゃうので、どこでこう自分のスキルを売るかというのがちょっとね、難しい話かもしれないですけど、ぜひ皆さんに紹介したいと思います。テンプレートパーツができてデザイナーさんが大変なのと同じ感じになる感じですね。そうですね。もしかすると、そのデザイナーさんの仕事が楽になるかもしれないです。というのは、デザイナーさんもコードを一切書かずに、テーマを作って、でこのプラグイン使えばもうそれを出力してお客さんに渡すっていうことができるので、彼らの仕事も楽にするプラグインかな。ちょっと現場の方にの声を聞かないとちょっと私は分かんないですけど。はい。という感じです。はい。パーツを売れる時代が来るかもしれないですね。そうですね。ここのパターンブロック、ここはもう無料で配布なんですけど、はい、例えば自分のそのカスタムプラグインを
使ったあのパターンとか、もしかするとプラグインの、あの有料製品としてあのこのパターンを買いますかとか、このテンプレートを買いますかっていう、そういうのがもしかしたら売れるかもしれないですね。あのやっぱり日本語にするとこのパターンディレクトリーのってちょっと使いに感じ違うなっていうのは結構あるんで、その辺をこうなんか改善したやつを配布できるようになっちゃうってことですよね。そうですね、はいはい、まさにその通りです。ワクワクしますね、こういうの。はい、もともとこれ英語だけでの配布だったんですけど、あの、はい、私と他何人かのボランティアの方であの翻訳を頑張ってますので、ワークショップを開催するときにはここら辺も含めて全部日本語にできたらいいなと私も頑張ってやってます。はい、あのちょっと時間伸びましたけど、あ、すいません、はい、はい、いえいえ、はい、あの今日はこういった内容になります。あのご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた次回もお会いしましょう。はいはい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。